はい、こんにちは。セブンスアニバーサリー耐久レース、続きましてはこの子ですね。22番ソウルフルワールドっていう新しいやつなんですかね。もう1から21番どこ行ったんだっていうところなんですけど、まあワンプレイで7回フィーバーをしようということなので、今回はその通常の時に、とにかくできるだけ1回目のフィーバーを早くこうやっていくようにしてですね、1個もスキルが溜まってないですけどね、スキルで、この間にスキルを溜めてしまって、でスキルじゃないフィーバータイムが終わった瞬間にスキルを使ってフィーバーを狙っていくという、もうありきたりな作戦でやっていく。お、22、やっぱりあれですね、新しい方のツムはこうスキルレベルが低くても消す量は多いっすね、初期の頃のツムと比べると。ほい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 、一個疑問なんですけど、後ろについてってるツム、君は一体誰や？そんなことは気にしない。負けこと気にしてたらね、やってらんないですからね。うわ、痛い。よし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 。はい。ほほ。なんか、上の方に腹っぱ的なのが見えますね。ソウルフルワールドって新しい作品なんですかね。まあ、名前もすいません。僕が無知すぎてこう認知してないやつなので、どんな話なんですか。ソウルフル、魂いっぱいの世界っていうことですよね。お化けなんですかね。死者と会えるとかそういう的な感じ。あ、ごめんなさい、なんかいけそうな気がしてきたので、もう解禁して普通にやっていこうと思ってます。溜まるのが早いな。おい、素晴らしいと思います。ということで、もう一回ワッファー、イエイ、ドン。ということで、ガストンさんがいいね。ガストンさん、めっちゃガストンさん出てくる。ガストンさんの協調性が高い。協調性じゃねえな。主張性か。協力してないもんね。主張性が高いですよね。はい、ファー。よし。はい、いったー。ミッションクリア。ということで、もうここからはもうソウルフルさんどんどん使っていきましょう。いや、でも、こんなにあれですね。ツムのスキルが使えるんだったら、こりゃいいですね。あ、ガストン消して、ガストンの出現率の高さよ。多分ガストンめっちゃ消してんじゃない？ほら。ここが120台で、ガストンだけ146個ですもんね。素晴らしい、ツムツムの消え方ですね。はい。無事に気球のミッションもクリアすることができて、これ明日までらしいですね。ということは、明日までになんとか全部のツムをやっていきたいなと思うんですけど、まあ無理だった場合は、刺してください。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。